助けて、愛の戦士さん。あ、そこに釣られているのはまさかリカ、そしてハルト君も一緒だか。待ってくれ、リカたちの下にあるのはなんだ。なんか白い粉が敷かれているじゃないか。まずい、このままではリカたちが落ちて白い粉まみれになってしまう。愛の戦士君、よくやってきたな。お前はピエール、お前自分の娘たちにまたこんなことをしているのか。こんなことはやめるんだピエール。さあリカを返してもらうぞ。おっと愛の戦士君、待て。それ以上君が手を出すとな、ロープが勝手に切れてイカたちが粉まみれになってしまうという寸法だ。ピエール、一体あの粉は何なんだ。ああ、この粉はね、賞味期限が半年前に切れた使いかけのカビが生えてしまったたこ焼き粉だよ。なんだって、カビが生えてたのか。ああ、愛の選手君、カビまみれだったね。だからカビの部分はちゃんと取ってあるから安心してくれ。いや、安心してくれとかそういう問題じゃないでしょ。絶対カビ菌混じってるでしょ、あん中。いや、じゃあ愛の選手君、このリカたちをな、カビまみれの粉の中に落としたくなかったらな、私と今日も勝負をしてもらおうか。パック開封デスマッチだ愛の選手君。なんだって、またパック開封デスマッチだと。そうだ愛の選手君、今日はこちらを用意した。ドゥドゥン、レアリティコレクションプレミアムゴールドエディション2ボックスだ。こちらを私たちが今から交互に向いていく。そして、レアカードによって点数をつける。その点数が最終的に多い方の勝ちだ。愛の選手君、君が勝ったらリカを解放してもらうが、君が負けたらリカは粉まみれになってしまうぞ。カビまみれの粉まみれになってしまうぞ。そして愛の選手君、私が負けた時だかな、私の代わりにハルト君が粉まみれになろう。なんだって、ピエールということは、そうだ、どちらか2人のうちどちらか1人は必ず粉まみれになってしまう地獄のデスマッチだ。なんていい列だ。さあ愛の選手君、もう逃げることはできないぞ。さあルールを説明しよう。今回のルールでは、スーパーレアとウルトラレアカード、これは0点だ。そしてシークレットカードを当てたら1点、そしてコレクターズレアは3点だ。これもなかなか出にくいからな。プレミアムゴールドレアはおそらく箱に1枚しか入ってない。プレミアムゴールドレアを当てたものは1枚につき5点だ。そしてイラスト違いのカードが10種類収録されている。イラスト違いを引いたものは1枚につきプラスで2点が入る。レアカードの点数に加えイラスト違いボーナスで追加で2点が入る。いいな愛の選手君。さあ早速パック開封デスマッチを始めよう。なんてことだピエール。さあ逃げることはできないぞ。2ボックスあるがね、今回は箱によっての封入率が一緒だから、1パックずつお互いに上から順番に向いていくルールとなっている。さあ愛の選手君、まずは君から来たまえ。さあ愛の選手君、早くそのパックを切るんだ。そうピエール、なんてことだ、俺に切らせるとは。そうだ、お前が切るんだ愛の選手君。そしてパックの並びは決して変えてはならないぞ。パックのどこからレアカードが出たか気になる視聴者諸君ももしかしたらいるかもしれないからね、参考にしてくれ、見てくれ。なんて配慮ができる男なんだピエール。それだけの配慮ができるなら2人を助けてやってくれないかピエール。さあ開封していくぜ。2人を画角に入れながらまずは君の番だ愛の選手君、いくぜ。ウルトラレア以上、つまりシークレットを引かないと今回は点数にならない。だがシークレットは多分おそらくボックスから多分12枚ぐらい出るという噂なので、それを信じて引いていくぜ。エンゲージとかもう今回のパックはもう汎用カードしか入ってないんですよ。歴代の汎用カード1パックにつき4枚しか入ってないんですけど、歴代のクソ強カードしか入ってないんで、もう開ければ開けるだけお得みたいなのがありますね。エンゲージ、これもねクソ高ですね。戦闘機のエンゲージ必須魔法エンゲージが再録された後、ファンタズメ前なんだっけ、ウルトラとかだっけ。ファンタズメも、リンクカードメタみたいな感じで入ってる。おレビオーニア、こいつ いつも響き読みづらくて迷う。これもなかなかいいっす。あ、ちょっと花水木、すごいイラスト違いじゃない。イラスト違いですよ PL さん。この花水木、俺早速イラスト違い花水木を引きましたよ。シークレットで1点プラスイラスト違いボーナスで早速2点だ。俺は暗いピエール、なんということだ愛の選手君。早速イラスト違いのシークレットを引いてしまったのか。よし、次は私の番だぞ愛の選手君、見ていてくれ。私のデスティニードロー、終末の騎士。あ、スーパーレアで入ってんのかっこいいっすね。アルミラージでしょ。で死者でもウルトラいいね。デッキのレアリティが上がるぞこれ。デッキのレアリティが上がるな愛の選手君。ああ、そうですねピエールさん、なんでこんなに仲良さそうな会話をしている。さあ次、シークレットミラクルフュージョン、ヒーローデッキは組まないけど、持っといて損はないでしょ。ヒーロー、ミラクルフュージョン、シークレットが最低かな。最低で多分シークレットが入ってるんですよ。でここがコレクターズレアになるかプレミアムゴールドレアになったらシークレットじゃないものが入ってるって感じなんでね、イラスト違いが出たらね、それだけで2点プラスでつくので。さあ次は私の番ですよ、ピエールさん。ピエールさんなんか反則みたいに喋り方がなってきてる。袴田の指名者、袴田の指名者もねずっと高かったからね、これ再録マジ助かるわ。でガメシール、ガメシールは前のなんかプレミア、レアリティコレクションにも入ってたよね。あ、屋敷わらしちゃん、いや嬉しいですね、屋敷わらし普通に嬉しい。でもよく言うならイラスト違いが欲しい。イラスト違いは多分窓辺にいるやつですね。窓辺にいるわらしちゃんが欲しい。来い。うわー来た、イラスト違いだ。サイバードラゴンインフィニティ。またイラスト違いが来ましたよ。今回インフィニティが収録されているということで、まあでもノバの自由上がるんじゃないですか。さあ愛の選手2枚ともイラスト違いを引いてしまった。なんということだ愛の選手君だがな、今お前調子に乗るのはそこまでの愛の選手君。これ2ボックス集合だからな。ピエールさん焦ってますね。さて焦ってますね。リカは返してもらうぜピエール。あ、これがあれですね、このインフィニティが元のイラストで、こっちがイラスト違いですね。いいですね。はいはい、イラスト違いもかっこいいな。でも俺ね個人的にね、こっち元のイラストがね好きなんだよね、正直。あ、ドラゴン目覚めの戦術がシークレットで入ってんのか。これちょっと俺の聖眼デッキのレアリティ上げられるぞ。なんてことだ愛の選手君、私はシークレットしか引けないぞ。ざまあないですねピエールさん。ざまあないですねピエールさん。なんで俺さん付けなんだ。ハルト君の喋り方が映ってしまった。じゃあ次は俺の番ですよピエールさん。俺はリカを絶対に救う。センサー豆つ、あ、無限応用も普通に嬉しいぞこれ。本当にさ、なんだろう、汎用カードってクソ高カードばっか入ってるね。あっエンゲージ、しかもこれコレクターズレアですよ。コレクターズレアは3点ですよピエールさん。悪いですね。戦闘機のエンゲージのコレクターズレアシャキーン。いや俺運良すぎないか。ピエールさん、僕の運はね今年最高潮なんですよ。愛の選手君、大人の力はあんまりなめない方がいい。私だってね数々のパック開封デスマッチを繰り返してきたんだ。うららとてか合金は嬉しい。合金普通に嬉しいぞこれ。でこいつも前結構高かったよね。ダイナレスラー、こいつも結構高かったと思う。うららは普通に嬉しいね。ウルトラうわーピエールさんゴールドを引いたのか。しかもこのカードじゃなくてよかったよ。なんならマジか、セブンスワンか。セブンスワンのゴールド俺別にいらないな。愛の選手君、ここで5点だ。プレミアムゴールドがまさかのこのカードか。くそー、もっとこれじゃないカードが良かった。小生やだ。これぶっちゃけ外れ枠じゃないのこれちょっと価格今調べてみたらねクソ安いですね。今発売日に撮ってるんですけど300円ぐらいですね。めっちゃ安いっすね。まあ、変動するんで価格は、まあ、どうなるかわかんないですけど。いやーこれでなんだろう、イラスト違いの、竜騎士マジシャンガールとか引いてたら、まあ、今の時点でね15000とかついてるんで、そういうのとかねでせめてうららとかうさぎとか枠で使いたかったんだけど、いやここが来ちまったか。愛の選手君、そんなことを悲しんでる場合はないぞ。これはパック開封デスマッチ、勝負の世界なんだ。これ5点でしょ。5点で7点で俺9点だから、めちゃくちゃこれ1枚で追い上げてきましたねピエールさん。ピエールお前よくも追い上げてきやがったなこの野郎。めちゃくちゃいい勝負になってきたぞ。じゃあ俺の番だ。これもなんか購読かなんかでさ、めちゃくちゃ手に入りづらかったカードだった気がする。マフージもいいね。マフージのスーパーレアめっちゃかっこいいわ。これ昔ウルトラだっけ。めっちゃかっこいいわ。マフージはやっぱ光ってねえとな。あ、花水木ちゃん、あ、これですね。イラスト変わる前がこれで、イラスト違いが今回これって感じですね。いや綺麗やわ。花水木ちゃんはね普通に可愛いので何枚あってもいいですねと。あ、ファンタズメーカー、ファンタズメイのくそ、ここで1点か。愛の選手君、君は最初に飛ばしすぎてしまったようだね。じゃあ私の番だ。さあピエールのターンと、あ、ゾウジ嬉しい。ゾウジは普通に嬉しい。ハーピーも嬉しいと、バージェストマンの飼育。まあでもここはお互い1枚ずつですよシークレット。さあどんどんいきますよ。あ、エンマ竜、デーモンアビス。これエンマ竜の円がね変換してもねなかなか出てこないのこの字。難しすぎて。緊急ダイヤかがりと後ろが光っている。愚かな服装のコレクターズレア来ましたよピエールさん。来ましたよピエールさん。愚かな服装のコレクターズレアよくないか。愚かな服装普通に使えるカードだからいいなこれコレクターズ。さあピエール行くぜ。愛の選手君、そんなカードで勝ったつもりかね。ではどんどん行くぞ。さあ前ジャンプについてたサクリファイスアニメが数レアで再録されてるシンクロン。雪うさぎとかはね手札優先は普通に嬉しいね。あとイラストも可愛いということで、超融合の宿、超融合も強いからね。だがピエールお前はシークレットしか引けない。リカは返してもらうぞ。行くぜ、次は俺の番だ。ざまあないぜ、ピエール。ハルト国ごと沈みな。さあ、スチームシンクロンですね。セブンスワンがウルトラできたが、もう関係ない。相野選手君、何を言ってるんだ。私はな、君の苦痛に歪む顔が見たいんだ。君の苦痛に歪んだ顔が見れるなら、私は実の娘だって差し出すね。さあ、メガフリートドラゴンも、前のレアコレかな、前のレアコレで結構レア枠だったんでね。あ、デスガイドも今回イラスト違い欲しいんですよね。さあ、無限応用の式が出てくれた。いや、マジで今回のパック、開ければ開けるほどお得すぎないか。だが、お、ピエール、お前はシークレットしか引けなかったようだな。助けて、相野選手さん、勝たないでください。今回私はピエールさんに不服ですが味方をしなきゃいけません。そうだ、ハルト君、無駄な口を叩くなよ。今、私の味方にならなきゃいけないのだ、貴様は。だが、ピエール、俺の方がコレクターとかを引いてるから、今のところ若干有利みたいな。あ、来たわ、ガール。あ、てかさ、週末の騎士の宿かっこよ。ブラックマジシャンガール、竜騎士ブラックマジシャンガールもなかなかね、手に入りにくい。いや、なかなか再録とかもね、来なかったカードですが、今回再録が来て、かなり手に入りやすくなったカードと、俺は普通にブラックマジシャンガールデッキでね、竜騎士ガール、使ってるのでね、嬉しいですね、これは。うん、相野選手君、ウルトラレアカードはポイントにならないんだぞ。そんなカードで喜んでる時点で、君はアマちゃんなんだ。イラスト違いのデスガイドや、引き上がったな、ピエール。イラスト違いデスガイドが来ました。こっちが既存のイラストですね。今回イラスト違いで、後ろにいるモンスターがもうね、案内してると、ガイドをしてるデスガイドちゃんですね。デスガイドちゃん可愛くてすこ。くそ、ピエール、ここで3点か。シークレット1点のイラスト違いボーナスでプラス2点で、3点が入ってしまう。じゃあ、とりあえずワンボックス目最後は俺が開封しよう。奇数なので。俺が行くぜ、ピエール。必ずリカを助けてみせよう。サンダーボルトのスーパーも普通にかっこいい。ネクスティア、超融合からの、あー、来た。深淵に潜むもの。これもなんかさ、2000円ぐらいしてたよね。再録で。結構下がって買いやすくなるかな。というわけで、1ボックス目の、出たレアはこんな感じかな。まあ、花水木と、まあ、デスガイドかな。デスガイドのイラスト違いが。あとね、インフィニティもそうだね。3枚ぐらいだね、イラスト違い。さあ、今のところ俺がイラスト違い2枚の、コレクターズを2枚引いてるので、まあ、若干俺の方が有利かなっていう状況ですね。ピエールさん、どうですか。相野選手君、戦いはこれからだ。そんな舐めた口を聞いてるとな、後で痛い目を見てしまうぞ。さあ、2枚目のプレミアムゴールドエアも私がいただいてしまうからね。さあ、早く開封するんだ。助けて、NGさん、頭に血が回ってきたわ。リカ、もう少し待っててくれ。相野選手君、さあ、戦いから逃れることはできない。おのれ、ピエール、自分の娘が吊るされているんだぞ。さあ、一拍目は私の番からだ。続けていこうね、相野選手君。週末の騎士、アルミラージ、そしてウララ、ミラクルフュージョン。クソ、なんて手が悪いんだ。クソパックメガが。このクソカードが。やめてください、ピエールさん。やめろ、ピエール。カードは悪くない。お前の運が悪いだけだ。行くぜ。そんなゴミ野郎は、俺が制裁してやるぜ。さあ、カーナの指名者が、もうちょっとネタバレしちゃったよ、これ。もう禁枠だよ。ガメシエル、あ、インフィニティか。インフィニティしかもイラスト違いでもないんだよな、花水木。だが、俺が引いた。これはもう俺の勝ちじゃないか、ピエール。ざまみろ、ピエール。でもな、ちょっとせっかくだったらな、手札誘発系、花水木とか、うらら、うさぎあたりが、女の子の可愛いカードが光ってほしかったな。まあ、インフィニティでもね、まあ、言うて使わないんですよね、俺。強いけど、このカード。強いですけどね、使わないですよね、あんまりね。まあ、でもゴールド、でも5点ですよ、5点。いや、今そんな、使うとか使わないとか言ってる場合じゃない。俺には、理科がいるんだ。アイド選手、助けて。やるじゃないか、アイド選手君。これはちょっとまずい展開になってしまったね。私がイラスト違いとコレクターズを全部引かないと、これはちょっと勝ち目がなくなってしまったね。最初にそういうカード引くんじゃない、アイド選手君。さて、フライングペガサスのシークレット。ざまあないぜ、ピエール。お前の娘よな。俺が必ず助ける。復活の福音、まあ、シークレット出たけど、もうこれはゴールドレアが出たから、リカを助けるのはたやすい。何を言ってるんだ、相野選手君。どうなるかわかんないぞ。まだどうなるかわからない。それが遊戯王パック開封というもんだ。キメロティックメガブリートドラゴン。だからシークレット、残念ですね、ピエールさん。もうあなた、私に勝つことはできないんですよ。行くぜ俺のターンですが、あーウサギのイラスト違いや、これは普通に嬉しいぞ。俺強すぎ、ざまねえなピエールざまねえな。こちらが既存のイラストですね。こちらが既存のイラストで、今回のイラスト違いがこちら。口が見えなかったけど、なんか、口が見えるようになってるよね。かわいいですね。マジ好きだわ。なんか、あるじゃん、主要手札誘発、チューナーのやつ。俺ね、雪うさぎがね、一番イラスト好きなんで、嬉しいですね。雪うさぎのイラスト違いを引いたぞ。ピエール、お前はハルト君にも、俺にも勝つことはできねえんだ、いいよーやめろ、ワイド選手くん、大人に指をさすとはどういうことだ。いいだろう、大人の怖さを教えてやる。俺も大人なんだよな、一応。俺も28だぞ、ピエール。ピエール、お前は36かもしれないけどな。俺だって28だぞ。さあ、代打レスラーですね。ガールちゃん2枚目が来てくれた。かわいい、嬉しい。てか、サンダーボルトとかさ、ほんと何枚やっても嬉しいからな。マジでこのパック開ければ開けるほど得だわ。さあ、愛の選手くん、お宅はいい。さっさと引くんだ。行くぜ、ピエール。死者蘇生の祝すごくない？死者蘇生の祝はもう単純に嬉しいわ。死者蘇生なんてどのデッキにも絶対入るからな。絶対1枚入るからな。どんなデッキにも入ってないデッキはないぐらいだからな。死者蘇生マジ嬉しいわ。祝すげえな。死者蘇生祝嬉しいな。さあ、私の番だ、愛の選手くん。そんな話をしてる場合ではないぞ。いや、合金も嬉しい。お、大イーザや。大イーザ地味に出てなかったんじゃない？大イーザの祝だわ。すごっ。グレンマジュ大イーザ懐かしいよね。昔はこんな今みたいに強くなるとは思わなかった。除外されてる、数かける400攻守が上がるってやつね。さあ、俺の番だ、行くぜピエール。リカは返してもらおう。あ、抹殺の指名者やん。なかなか出てなかったな、そういえば。であれだよ、ミレニアムアイズサクリバイスピエールを闇に葬りなさい。おーアンビリーバボー邪魔なアイド選手君、私はまだ負けたわけじゃない。だがいいんだ、どうせ犠牲になるのはハルト君だからな。ピエールさん、話が違うじゃないですか。ピエールさん、話が違いますよ。ああ、もうどうでもよくなってきたよ、私もなんだかんだ言って父親だ。私の娘が悲しい目に遭うのは私も悲しい。愛の選手君、もはや君がこのまま引いてしまうのがいいと考えるんだ、私は。最低だな、てめえ、マジで。最低の野郎だよ、お前。ハルト君がそれじゃ報われないじゃないか。だから理科が落ちるようや、マシだ。隔離用の血桜ちゃん。これも今まで出てなかったよね。レア度高い。封じ率低いのかな、それとも俺があんまり出てないだけか。こいつもいいイラストめちゃくちゃ可愛いから、そこ。さて、コレクターズレアがあんまり出てない。あ、合金のね、祝は嬉しいですね。さあ、愛の選手君、残りは3パックだ。まだコレクターズレアが出てないぞ。ということは、コレクターズレアでイラスト違うなんか引いてしまったら、私がもうすごいことになってしまうぞ。コレクターズレアにイラスト違いが存在するのか。本当はどうかわからないけどな。コレクターズにイラスト違いは存在するのか。あ、これハリファイバーじゃん。ハリファイバー祝。俺ね、ハリファイバーね、今までね、持ってなかったんですよ。ここまで。もうハリファイバーがあんまりいらなくなりそうなルールになりそうですけど。愛の選手、初めてのハリファイバーです。さあ、ピエール。あと1パックずつだ。貴様に引導を渡してやる。はいはいはい。ああ、ここで、ザ・ビーストの、コレクターズやね。ってことはもう1枚もこれもコレクターズかな。それともコレクターズには1枚箱とかの可能性もあるのかな。いやー、でもなんか、あれやね。いや、イラスト違いとかいろいろ来てくれて嬉しいんやけど、やっぱこの、プレミアムゴールド枠がね、なんかやっぱ可愛い女の子とかで光ってほしいよね。そこはあるわ。さあ、ピエール、お前の、ラストパックだ。ああ、でもやっぱ最後に固まってたわ、コレクターズレア。はい、かがりびとアルミラージのコレクターズレアですね。さて、ピエールさん、点数計算といきましょうかね。23対31で愛の選手の勝利ということだ。さあ、ピエール、理科を解放しろ。しょうがない。私の娘であり、お前の彼女の理科を解放しよう。ありがとう、愛の選手さん。ピエールさん、僕も助けてください。だが、愛の選手くん、そうだな、私は負けてしまったからな。約束は約束だ。ハルトくんの縄を切断しよう。さあ、リカを助けよう。リカ大丈夫だったか、リカ。愛の選手さん、私怖かったわ。リカ、こんなに縛られて、かわいそうに。後で必ず縄をほどいてやるからな。さあ、愛の選手くん。剣を執行するんだ、愛の選手くん。愛の選手くん、悔しいが、今回のパック開封デスマッチは、私の負けだ。さあ、罰ゲームだ。私の代わりにハルトくん、切りたまえ。なんでお前じゃないんだ、ピエール。やめてください、ピエールさん。僕は何をしたっていうんですか。愛の戦士さんもやめてくださいよ。悪いな、ハルト君。これは決まりなんだ。愛の戦士さん見損ないましたよ。あなたまでピエールと同じなんですね。ごめんよ、ハルト君。いやー、全然倒れない。ハルト君。ハルト君。すまない、ハルト君。すまない、ハルト君。ハルト君。ハルト君。あー、ハルト君。大丈夫か、ハルト君。やばいぞ。愛の戦士さん大変。ハルト君が動かないの。何々か早く見てみよう。大丈夫かね、ハルト君。なんて滑稽な姿だ。実に滑稽だぞ、ハルト君。お、どうした、ハルト君。やめろ、ピエール。お前の身代わりになったんだぞ、青女。ハルト君。助けてください、ハルト選手さん。こんなんなっちゃいましたよ。カビだらけだぞ、ハルト君。それ、汚ねえぞ、ハルト君。ハルト君、こんなに真っ白になって。汚ねえ。汚ねえ、ハルト君。なんてこんな。ああ、すまない。俺には二人を救うという道が残されていなかった。悔しい。悔しい。悔しいよりか。ごめんなさい、愛の戦士さん。私が犠牲になっていれば、ハルト君は助かったね。それは違う。二人とも救えなかった。俺のミスだ。そうだ、愛の戦士君。全部貴様のミスだ。貴様は人間一人救うことすらできないんだ。ざまあみろ。自分の弱さを嘆くんだな。うるさい。俺は二人は救えなかった。だが、待てよ、愛の戦士君。何をしてるんだ。だが、復讐することはできる。愛の戦士さん、お願いします。僕の魂の胸のためにもぜひ。やめろ、愛の戦士君。やめろ。デスマッチの結果はもうついている。やめろ、愛の戦士君。おー。ピエール、お前も犠牲になる。なんということ、愛の戦士君。私は無罪だ、愛の戦士君。さあ、どうだったかな、ピエール。愛の戦士君、私は無罪なはずだ。なんでこんなまでになってしまったんだ。愛の戦士君、すまなかった。無様ですね、ピエールさん。無様よ、パパ。ざまあみなさい。リカ行くか。リカ帰ろう。そうね、愛の戦士さん。どうだい、ハルト君。粉まみれで縛られながらやるっていうプレーも案外悪くないだろう。ピエールさん、存外に悪くないもんですね。